はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、所得税の2回目、短期譲渡所得と長期譲渡所得について解説いたします。まあ、これも基本的な部分なんで、しっかり頭に入れていただきたいんですけれども、ポイントとしては、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年を超えるか、それとも超えないかで、長期か短期かを判断するという話なんですね。5年を超えるのであれば長期譲渡取得になるし、5年以下であれば短期譲渡取得になるという話です。買った土地があります。買った建物があります。で、それを一定期間所有して売却するわけですよね。譲渡する。で、その所有期間なんですけども、その所有期間っていうのは、売った年の1月1日時点の所有期間が5年を超えれば、長期譲渡取得に該当して、5年以下であれば短期譲渡取得に該当するよという話です。で、これ当然なんですけども、これ譲渡所得って書いてあるので、これ所得が発生していなければ、今回の話って全く意味がない、関係ない話なんですね。例えば、8000万円で買った土地を7000万円で譲渡したといった場合、売ったのは7000万円だけども、そもそも買ったのが8000万円だから、譲渡所得はマイナスですよね。つまりないわけです。所得はゼロってことなんですよ。ありません。なので、まあそういった場合っていうのは、この長期譲渡所得とか短期譲渡所得全く関係ないので、全然考えなくてもいいんですけども、譲渡所得が発生した場合、つまり買った値段よりも売った値段の方が高かったといった場合、今回の短期譲渡取得なのか、長期譲渡取得なのかによって、税率が変わってくるという話なんですね。で、その税率が変わってくるんだけれども、そのポイントっていうのは、単なる所有期間ではなくて、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えるか、5年以下なのか、5年を超えるっていうのは5年プラス1日です。5年ぴったりっていうのは5年以下の方に該当してきます。で、長期譲渡取得、5年を超える場合、長期譲渡取得に該当して、原則税率は 15% なんですね。一応これから勉強を進めていく中で軽減税率っていうのが出てくるんですよ。まあその場合は 10% なんですけども、基本的には 15% と考えてください。で、また一方で、5年以下の場合、所有期間ですね。譲渡した年の1月1日時点、売った年って考えてください。売った年の1月1日時点での所有期間が5年以下の場合は短期譲渡取得に該当して、税率は 30% ですよっていう話です。なので、もう全然違うんですよね。倍違うって話なんですよ。短期間しか所有していなかったら税率が高くなる。まあ、転売目的で買っている人とかっていうのはもうこっちに当たってくるんですよね。買ってすぐ売っちゃうといった場合はもうこっちに該当する。で、一方で長期間ずっと使うといった場合についてはこっちが適用されるっていったイメージですね。ちょっと具体例出しましょう。この1月1日時点っていうのはすごくポイントなんですよ。ちょっと見ていただきたいんですけども、2022年の、例えば6月1日に、土地買いました。まあ、建物買いました。と考えます。で、2027年の7月1日時点で売りました。ここで売ったと仮定します。この場合、長期に当たるか短期に当たるか、ちょっと考えてみましょう。こっから見ますね。こっから1年、2年、3年、4年、5年ですね。実際の所有期間は、6月1日と7月1日だから、5年1ヶ月所有してるんですよ。ただし、所有期間はどこで考えるかっていうと、譲渡した年の1月1日時点での所有期間だから、ここで考えるんですね、ここ。ここで考えるとなってくると、丸々5年経ってないんですよ。4年何ヶ月しか経ってないんですね。つまり、これは短期譲渡取得に当たるということなんですね。で、もし、8000万円で買って9000万円で売ったというのであれば、まあ、他の特例とかは考えないと仮定すると、1000万円が譲渡取得ですよね。1000万円が儲けているって話です。8000万円で買って9000万円で売ってるわけだから、1000万円の儲けに対して短期譲渡取得だから 30% の税率がかかってくるよ。つまり、300万円が譲渡取得税、所得税になってくるんだっていう話です。じゃあ一方で、
2028年の7月1日で売った場合どうなるかっていうと、これもここで考えるんじゃなくて、2028年の1月1日、ここで考えるんですね。ここでの所有期間を考えます。そうすると、ここから1年、2年、3年、4年、5年とちょっとですよね。つまりこれ5年超えてるわけです。だから、長期譲渡取得になってきますよ。で、これも、8000万円で買って9000万円で売ったというのであれば、譲渡取得は1000万円ですね。で、1000万円に対して 15% の税率をかけると。言うと、150万円が所得税になってくるよと。譲渡所得の所得税になってくるよっていう話です。まあ、先ほども言った通り、軽減税率使ったというのであれば、その場合は1000万円に対して 10% だから100万円なんですけども、まあ、とりあえず今回これまだ勉強してないので、これは、とりあえず置いておいて、まあ、原則を使ったら150万円という風になります。で、もう今回のここのポイントっていうのはこの1月1日時点なんですよ。単なる所有期間で5年超、5年以下って考えるんじゃなくて、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えるかどうかで判断するんだってところですね。また、この5年っていうこの数字ですね、これもできれば覚えておきましょう。一応、この軽減税率のところで10年って出てくるんですよ。なので、こっちの軽減税率では10年なんで、まあ、対比して頭に入れていただく形になるんですけども、とりあえず、一般的には、基本的な考え方ですね。基本的な考え方で言うと、5年を超えるか超えないかで判断するんだよ。で、軽減税率の時は、また軽減税率の時にお話しするんですけども、こっちの軽減税率については10年を超えるかどうかで判断するんだっていう内容です。まあ、これはね、後々解説していきますんで、とりあえずはこの1月1日時点での所有期間と5年を超えるかどうかで変わってくるんだ。また、長期譲渡取得の場合は 15%、短期譲渡取得の場合は倍の 30% になるんだというところ、しっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。